大衆社会党は、インドの国政政党。党のシンボルマークは、左向きの像。カースト制度の下で厳しく差別されてきたダリットの解放運動。直接には1978年に、カーンシーラー村によって創設された。全員と更新少数コミュニティ非雇用者連盟及び1982年に創設された。 記憶圧者社,社会闘争委員会の運動を踏まえて1984年に決闘。またダリット解放の父とされるインド憲法の起草者、アンベードカルインド初代法務大臣と彼を創始とするインド新仏教運動の影響も強い。現在の党首は、ウッタルプラデーシュ州首相を務めるマーヤーワティー、ナイナークマーリー、地域的な主な地盤はアップ州だが他州にも、 勢力を広げつつあり、選挙委員会には全国政党として登録されている。政策は大衆の福祉や生活向上に力点を置いており、中道左派の傾向が強いとみられるが、過去には上層カーストを基盤とするヒンドゥー派のインド人民党と、たびたびアップ州レベルで連立政権を形成する一方、政策が似る中道左派の様々離党とは、 宿敵というべき関係にある。2004年連邦会員選挙では、アップ州の80議席のうち19議席を獲得し、躍進。2007年のアップ州議会議員選挙では、事前の予想を覆して、過半数の州議席を獲得し、初めて単独州政権を樹立した。この勝因としては、旧来のカーストの枠を超えて、上層カーストを積極的に立候補させ、 長官スト制をアピールしたことで、有権者に安心感を与えたことが挙げられる。しかし続く2009年連邦会員選挙では躍進の予想があったものの、微増の21議席にとどまった。そして2014年連邦会員選挙では、BJP の躍進を前にして、苦戦、現有議席をすべて喪失する惨敗を喫した。しかし、2019年連邦下院選挙では、 十議席獲得した。ありがとうございます。